日見市競馬レース展望ですこの時間は3月2日木曜日の展望を行ってまいります解説は競馬ブック北の坊敦さんですこんにちはよろしくお願いしますお願いします えー、重症ウィーク2週続けてとなりました3月2日はあ重症、兵庫ユースカップが行われます、まあ、先週は祝日の、ね、開催ともありまして、うん、3900人超えの重症デーでしたけどやっぱりにぎわうのはいいもんですよね、はい、いやーそうですその通りですよね競馬場らしくなってきましたねそうですね、うんまあ、祝日開催というわけではありませんので、はいまあ、人数はそこまでは見込めないかもしれませんけど、まあそれでもそうですねあのそうなると思いますよ。そうですね、うん はい、期待したいと思います。さあ、では2日の番組表です。えー、ご覧の全12レース行われます。えー、そのメイン11レース第15回の兵庫ユースカップ3歳重賞、そして1つ前の10レースミモザ賞4歳以上の特別戦 b1 クラスの一戦この2レース展望してまいります。さあ、まずはメイン11レースの兵庫ユースカップからです。 村のメンバー10頭が揃いました。5メンバーです。北ロボさん、印はこうなりました。さ、本命は4番の西健ボブに打たれています。凡別で4勝して転入戦。まあ、後の初戦でサラキャセリンを破りまして、これ、兵庫クイーンセレクションの地に課しました。そして、笠松のゴールドジュニアも余力を持って解消という内容でしたね。はい、そうですね。 とあの道中がねちょっとずぶい面を見せるんですけどもね、うん、でもねで最後は前回でも流すぐらいの余裕でしたからね、はい、まだなんか道中遊んでるのかな真剣に走ってないのかなと、うん、そういうい感じを受けるんですよね、えー、だからまあ相手が強くなった方がよりこの馬のパワーを発揮できるんじゃないのかなと、うん、そういうい感じはしますねまだこちらに来てからそこを、ね、あまり見せていないというボブ、うん、こ坊部本命です。 さあそして対抗馬が5番のベラジオソノダ・ラブーです。えーまあ、こちらはあ前走、ソノダ・ジュニアカップ無敗のスマイルミーシャとの一騎打ち、まあ、タイム差なしの、ね、2着と敗れましたけれども3着には8馬身差つけてましたねやっぱり、ね、あの負けましたけども、ね、内容はありましたよね、うん、でこの馬は1007、1008とかよりも1004、1005、うん、その辺りまでのほうがいいと思うんですよね。はい だからこの度の戦4というのはベストの舞台だと思いますね、うんうん、ちょっとね、あのー、向きになるというかそういう面がありますんでね、ねコントロールの難しいところがありますんでね、うん、この戦4は非常にいいと思いいますねはいえー、そして、黒三角3番で評価1番のビキニボーイです、まあ、こちらはーダートでも走れるところを見せて連勝中ということですね。うん 2>, まあ2走前ほどのね強烈な勝ちっぷりじゃなかったんですけれどもずぶい面が徐々に解消になってきたかなとそういう感じも受けますしまああの2連勝なんですけどもね前走の内容の方が私は良かったと思いますねあの差は詰まってるんで詰められましたけどもねだからまだこのまま奥があると伸びしろあるんじゃないかなと思ってます中一周が続きましたそうですねそこらですよね、ポイントとしてはね。 さあ、西予市に入ったビキニボーイこちらが3番で評価の黒三角です。4番手評価9番のスネークアイズ二重三角となっています。こちらも勝ちこそなかなかないですけどね。うん、あの崩れない馬ですよね。前回ね。これビキニボーイに負けてるんですけどもね。うん、これ4コーナー外に出したかったはずなんですよ。うん、それが出せずにね。うちに押し込まれちゃって、えー、で。 重いところを回されたと、はい、そういう感じもありましたんでね、うん、でもか、まあ今回また攻めましたからね、はい、そこらで上積みがあるとそう見ますねはい。そしてあとは白三角2頭まずは3番のディオスメッセージです、えー、前走2着馬そのビキニボーイとのコンマ2差でしたねうん。やっとらしさが出てきたかなという走りでしたよね、うん もうちょっと馬体重がね、増えてほしいんですけども、前走内容が良かったのと。うんえー、このま、門別の時に、西研ボブとそんなに差のない競馬してるんですよね。はい、その辺も評価したいですよね。うん、ええー、そして、もう一頭の白三角です。こちら、佐賀のテクノゴールド。こちらもね、えー、じゅ、ます、あ。最近、金相も二着、一着とね、成績、まずまずですけどね、うん。向こう正面でね。 一気に息切った時は走るんですよ。うん、だかそういう競馬がした方が良さそうなんでね。ええ、その形になるかどうかでしょうね。うん、はい、わかりました。印こなっております。では、解明です。フォーカス ジャナボさんこうなりました馬炭の4番の西錦ボブ頭固定で相手が5番、1番、9番となっておりますえちなみに対抗馬のベラジオそのラブ竹村達也騎手騎乗ということでね、うんえー、その前日の3月1日が40歳のバースデーということで竹村君もう40ですか。もう はい、うん、そうなんですよねしみじみと私同い年なんでの考えぼくい,いはかあこれ、うんうん、でもこれ所属のジョッキーですからねそうですね非常にこれはいいんじゃないかなと思いますよ坂本和也旧社自給者のジョッキーにもね、うん、弟子にもチャンスをということもあるでしょうからねはい、はい、こういった解明です兵庫ユースカップ展望しました発送時刻は四時十五分ですじゃあ一つ前の10レースいきましょうミモ座賞です 4歳以上の B1 クラスの2 0 0 0メートル戦です等数は9等となっています B1 クラスの一戦印こうなっています本命8番の柿右衛門です、えー、こちらもね、えー、崩れていませんが安み明け初戦の前走が5着2走目でという形ですかね、うん、前回はねまだ仕上げの段階がね6から7部だと思うんですよね、うんうん、それでもそんなに負けない競馬しましたからね、うん、今回びっしりやりましたんで、うん まあ2割、3割のプラスありますんでね <Okay. S 1> 勝負になると思いますよ、うん。はい えー、そして対抗は3番ベルレフォー、去年の菊水商馬、本当に前走もいいレースをしながらコンマつ最後、リー1人、ねうん、1> 決めてで敗れて2着でしたね。でもねあの、めどはつきましたよね、夏場がちょっと案外なんでね、この暑くなるまでというか春先ぐらいまでには決めておきたいなと、うん、そういう馬ですからね、ええ、まあここで、まあ、全力投球かなと思ってます。はい そして3番手評価、黒三角5番のナムラドンに打たれています、3着、4着、3着と前走も僅、ね、差でした、そのベルレフォンと同じレースでしたそ、ねうん、そうそうこれベルレフォンに負けてるんですけど、もねこれ、まあ、ま内外の差と見ます、うん、重たい内、こっち走ってましたからね、うん、その分だけの差ですんで、うん、まあ能力的には遜色ないと、そう見ましたね。はい そして白三角、二重三角ですね、電光ハピネス2番に打ってらっしゃいます、こちら4ヶ月の休養明け、兵庫クイーンセレクションで4着以来となりますね兵庫県転入後は未勝利なんですけどもね、まあ、重賞男馬に混じって好走した 実績もありりまますすし走よね、うん、ただ、この馬は、ね、典型的な夏馬なんですよ、はい、でまだね今、ちょっと毛艶やがまだぼんやりしてるんですよね、うん、そこらが気になるんですけども、まあね、力がありますんでね、ええ、その分、底力でカバーしてくれないかなという期待です。はい 今日はクイーンカップでしたね4着はい失礼しました電光ハッピレス打たれてそしてあとは白三角二頭4番11マックスですねまずはこちらいかがですかうん入着券がいっぱいかなという気もせんではないんですけどもね、えー、でもまあ徐々に内容は良くなってますんでまあ、3着だったらという気持ちはありますねはいそしてもう一頭です6番のブルベアガロンです えー、こちらは8着6着とここ理想を続けていますが、距離、うん、延長いかがでしょう？これはちょっとね。粘れず、そういう競馬が続いてるんでね。うん、若干ここ入ると、うん、足りないかもしれないんですけども。ただあのーうん、先行ペースでこのままのペースで行けますんでね。うん、それをうまいこと活かせばという感じですね。うん、はい、わかりました。印はこうなっています。では、解明フォーカスです。 えー、10レースのフォーカス北野さんこうなりました馬福の8番ですね柿英文こちらを連の軸にして3番5番2番を開いて組み合わせは3点となっております第、えー、10レース発走時刻は3時40分となっています、はいえー、そしてちょっと先の話ですけども3月の1日時点ではあの佐賀の葉隠れ大賞典のね、うん、エン馬にジンギそれからメイプルブラザーの名前が上ってましたけど、はい 仁義ねちょっとこここのまま出走となったら楽しみですよねいや楽しみですよねまあこの間はね相手が悪かっただけですからね両馬の英心西歯がねちょっと故障で心身症ともども帰っていう中なんでちょっと頑張ってもらいたいとそうですね久々の使用料を見たいというところでございますイグナイターは変わらずク黒船師匠への遠征の予定という順調ですねあそうですかこちらも楽しみですはいということで解説はキャボウク北野バーツさんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました 姫路競馬をご覧にのってで続いていきます。2日は自由主張第15回兵庫ユースカップです。姫路競馬レース展望でした。